こんにちは。今日はね、最近ね、思ったことをお話してみようと思います。いつもね、キャンピングカーの動画見ていただいてありがとうございます。で、キャンピングカーのね、動画を出すのに、装備とかね、どっかに行ったりとか、そういうのも楽しいんですけど、最近私が一番思うこと、そんなことをね、今日話してみようと思います。実はこの1ヶ月半ぐらいね、いろいろ忙しくて、レックスをね、車検に持っていくのに両親と出かけたりもしたんですけど、それがね、両親と会うのが1ヶ月ぶりかな、それぐらいだったんですよ。で、自分にとってはね、1ヶ月ってそう大して長い時間ではないんだけど、いろいろお仕事が忙しかったりね、他に自分で何か始めたいこととかあって探してたりね、そういう風に1ヶ月過ごしてました。まあ、天気が悪かったっていうのもね、あってなおさら外に出なかったのもありますけど、先日車検にね、持っていくのに両親を誘おうと電話をしたんですけどね、その時に母親がね、最近お父さんがって言い始めて、その1ヶ月の間にね、少し地方っぽいところがね、出てきてしまいました。前からね、少なからずおかしな症状だなっていうのはね、出てたんですけど、それがね、顔を見ない間に進行してました。全然話ができないとかね、そういうことではなくてね、いろんな行動に対して多分自分で分からずに動いてんだろうなっていうのがね、感じるようになりました。私今51歳なんだけど、私にとってね、1ヶ月長いっちゃ長いんだけどね、気にしながらも、ちょっと顔見に行きたいなと思いながらもね、少し顔見れずに1ヶ月だったんですけど、父上の83歳とかね、その辺の1ヶ月とだいぶ違うんだろうなと思って、そういうのを感じましたね。何かにね、夢中になっていればあまりね、ボケたりもしないんだろうけど、ちょうどね、父上がゴルフに行くのをね、やめてしまったのでね、その辺から多分家で何もせずに過ごしていたり、そういう時間が増えてね、少しずつ地方の毛が出てきてしまったのかなと思います。そのゴルフに行かなくなったのもね、コロナが原因っていう話なんですけどね、あまりみんなで集まれないので楽しくないので、ゴルフに行かなくなったっていうのをね、母上から聞いて、ああそうなんだと思ってね。で、うちの場合はね、私の両親と嫁さんの両親と元気だったので、元気なうちにね、みんなでどっかに行きたいなというのでね、時間にとらわれずに動けそうなキャンピングカーを購入したわけなんですけどね。で、キャンピングカーを買う時にもね、装備とかいろんなこと考えたけど、今になって考えるとね、装備も大事なんだけど、やっぱり物よりもね、人だよね。もっとね、一緒に出かける時間作っとけばよかったなってね、特にこの1ヶ月でね、
目に見える変化が起きてしまったのでね、特に思いますよね。キャンピングカーを購入するときはね、千里浜とか行ってね、父上の運転で自分助手席に座ってね、キャンピングカーで走ってみるのも楽しいなとかね、そんなことを思っていたんですけど、今となってはね、ちょっとそれは危険かもしれないなっていう感じにねなってますね。まあ気分的なこともあるのでね、改善することもあると思います。まあその会えない間ね、多分暇だったんでしょう、暇だったんでしょうというか、まあなんだろうな、退屈、退屈でもないな、寂しかったのもあるのかな。で私姉ちゃんがいるんですけどね、姉ちゃんが来るとか一緒にどっか行くとかいう時でもね、やっぱり嬉しくて朝来る前から起きてたりしてるみたいなんですよね。で私と出かける時もね、朝早くから寝れずに起きて待ってるっていう話をね聞いてるので、まあどこかに連れ出して喋ったりね、何か感じることでね老化が止まるっていうかね、そういうのもあるんじゃないかなと思います。私の動画を見ていただいてね、よくね温かいコメントをいただきます。本当にありがとうございます。でよくね、カツアニさん親孝行ですねって書いていただくことあるんですけどね、親孝行というよりもね、どちらかというと自分がまだ親と一緒にいたいとかね、そういう風に感じてます。なのでね、一緒に出かけてくれる親にねありがとうっていうのもね正直思ってますよね。でどっかに連れてってあげるのでね、親は親で子供たちに負担をかけちゃいけないっていうのがね、多分思うのもあるんだと思うけど、ご飯ご馳走してくれたりね、そういうこともしてくれるので、仲良し家族みたいな感じでねお出かけすることが多いです。両親が元気なうちに親と出かけたいときは、そういう考えてねキャンピングカーを買う人がどれだけいるのかちょっと分かりませんけどね、私が今思うことは、思ったことはね、なるべく早く行動した方がいいなと思いました。注文した時はまだねみんな元気でね十分間に合うと思ってたんですけどね、みんな年いってるのでね、それなりの変化はしてってますよね。例えばコロナで出かけれない人今ねいっぱいいると思いますけど、うちもね出かけてはいるんだけど、両親とかに感染させちゃいけないとか、もし自分がね感染してたらそれで広めちゃいけないっていうのもあるからね、あんま人が多いとことかはね行かないです。道の駅とか寄ってちょこっとね買い物するだけとか食べるぐらい、そんな感じなんですけどね。それでもね出かけない間にだんだん両親がね年老いていってしまうこと自体がね悔しいなと思いますよね。キャンピングカーがね来るのと同時に YouTube を始めたんですけど、どこかに行く動画とかね、美味しいものを食べる動画、そういうのを撮るのもね楽しかったんだけど、そういうのってね自分まだ後でも撮れるんですよね。今はね
べくその家族の輪っていうのかな、自分3世代の真ん中で両親たちともお出かけするし子供たちともお出かけするんだけど、キャンピングカーでお出かけできるからこその輪というかね、車内の雰囲気というか、そういうのをね大事にしていきたいなと思いました。レックスの方はね今車検に出してます。でキャンピングカーで家族の輪っていうのをね話しといて言うのもなんなんだけど、別に普通車で出かけても楽しいじゃないかと思ってね、これ今台車なんですけど、両親を誘ってね上郷のサービスエリアにねお昼ご飯を食べに行ってきました。で実家でねちょっと日曜大工的なことをやってね、帰りにあそうだ動画を撮ろうと思ってね山の中を走り始めたんですけど、結局その目的がキャンピングカーそのものっていうよりね、家族の輪を大切にしたからお出かけするためのツールっていう感じでね捉えていたので、まあ、キャンピングカーがない時はない時なりに台車でどっかに行くのも楽しいぞと思ってね今動画を撮ってます。ただねラッシュをね連れていけないんですよね。でラッシュはねワンちゃんなんだけど自分たちの家族の一員ですよね。で家族の一員であると同時にね父上とか母上がねラッシュいるとやっぱ元気なんですよね。娘も息子もねラッシュいると楽しそうだしね、ワンちゃんの役目は大きいなと思って、私はちょっとカバーできない部分ありますからね、そんな時でもラッシュはね雰囲気和ませてくれますよね。今台車なのでねラッシュ一緒に乗ってないのもあるんですけど、そうやってワンちゃんと出かけることを考えるとねキャンピングカーっていいですよね。これからねキャンピングカーを購入しようと考えている人いると思うんですけどね、装備ってね便利か不便かそこだけなんですよね。そこだけって言っちゃいかんかもしれんけど、シャワーもねトイレもねついてたらついてたで便利です。内装もねおしゃれの方がかっこいいです。でもやっぱりね使い始めると主役ってねキャンピングカーじゃないんですよ、自分たちなんですよ、ね、自分たち家族がねいかに楽しめるか、そんな感じだと思います。うち少し大きめのキャンピングカーには見えるかもしれないですけど、使う時にね6人プラス犬2匹なんかで使ったらねはっきり言って車の中パンパンですよね。でもね狭くても楽しいんですよね。大きさや装備は便利不便はあるかもしれないけど、楽しさには違いはないなとは思いますよね。どうやって閉めたらいいかわからん動画になってしまいましたが、やりたいことがあるときはなるべく早くした方がいいっていうこととね、キャンピングカーで家族の輪を楽しもうねっていうことですかね。なんか変な動画になっちゃいましたね。